こんにちは、Y&T ガレージのアランです。アガベ未消から約3週間経ちました。現在はこのように、室内ではあるんですけど、日の当たるところに置いて管理してます。で、こちらはオテロイですね。最初の動きこそ遅かったんですが、もうほとんどの種が発芽してくれてます。オテロイに関しては根元が太くて若干赤みがあるかなっていう印象があります。最初の頃沈まなくて、分けといた種なんですけども、こんな感じで、結局11粒オテロイはあって、そのうちの5つは発芽してくれました。だからこう沈まないからってダメな種っていうわけではないみたいですね。続いてこちらユタエンシスになります。こちらはもうほぼ 100% と言ってもいいんじゃないでしょうか。こんな感じで3週間経っての状況になります。はい、でユタエンシスも、沈まなかった種が3つあって、それがこの3つなんですけども、ユタエンシスの方はその沈まなかった3つの種は発芽してないですね。まあだから沈まないからってダメな株ではな、ダメな種ではないけれど、 100% 発芽するというか新鮮というかいい種ではないっていうことをになりますかね。であとちょっとこう見てもらえると分かるんですが、根は出てるんですけど、こう倒れてるような株があって、これは起こしてやった方がいいのか、このまま放置した方がいいのか、ちょっと悩んでるんですけども、どうした方がいいんでしょうかね。なんかこうこうした方がいいよっていう知識のある方は、教えていただけたらすごい嬉しいです。以上で3週間経った、未消株の経過報告になります。こちら1ヶ月経ちました。今映しているのがオテロイの方です。もう普通に成長してきてますね。3週間から1ヶ月の違いとしましては、葉が分岐というか2枚目が出てきてます。こんな感じで次の葉が出てきてます。こっちはユタエンシスになります。こっちはぐんぐん伸びてますね。まあ、ユタエンシス自体オテロイと違って、現地株でも細い葉がスーッと伸びる、印象がありますが、やっぱこういう小さい時からそうなんですかね。まあ、もちろん今この窓越しの日光は当たってますが、直射日光は、当たってなく、水多めの甘々管理なので、まあ徒長感は否めないですが、こんな感じですね。でこっちもやっぱりこうどんどん展開してきてます。これが成長早いのか遅いのか、ちょっと初めてなんでよく分かってないですが、現状としてはこんな成長感になります。ということで1ヶ月経ったオテロイユタエンシスの、経過報告となりました。まあ、もう少しね気温が上がってくれば外で管理したいなと思ってるんですが、まだね2月寒いので、まだもう少し過保護に育てていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです。
ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。